こんにちは。こんにちは。いくつ教場の駅伝の保護者です。こんにちは。はい、今日はですね、第7弾ということで、まあ、いつものようにアイロン、と、スタイリングをやっていくんですけども、ちょっと今回はこちらの、ハードブラストスプレーをちょっとメインに、やらせていただこうかなと思うのと、まあ、一応このスプレーの成分の、説明と、あと、スプレーのかけ方、ちょっとわからない方とかも、スプレーのかけ方わからない人も多いと思うので、まあ、ちょっとこれの、まあ、説明だったりとか、いろいろやっていこうかなと思うので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、早速、よろしくお願いします。まず、中尾くんの今の髪の長さと、まあ、色の状態と、考えてスタイルがですね、あと今後期ちょっと、サブドライっていうのがちょっとかなり人気ですので、こちらのイメージを、これで2枠でやっていこうかなと思うのでお願いします。じゃあ、早速アイロンワークになります。じゃあ、やっていきます。アイロンワークはいつものように斜め45度の角度から入れていくのと、まあ、このスタイル、ちょっとシャープな感じであるので、まあ、ちょっと羽感を多く入れつつ潰しながら、ちょっとシャープにアイロンを入れていきます。アイロンは完成です。じゃあ、ワックスに移るんですけども、まあ、今回ソフト、待て、ソフトドライなんで、まずこちらの、L08 マットハードワックス、だいたいこれです。ここでまだいつものようにワックスをつけていきます。後ろから全体に混ぜ合わせます。で、またフロント部分でもう1分ぐらいつけます。完成です。ちょっと近づいて、近づいて。じゃあ、では今回のメインのハードブラストスプレーの、使って、作業スプレーをやっていきます。こちらの特徴としては、まあ、まずワックスで作ったタバカだったり、まあ、質感を崩さずにしっかりと長時間キープできる、バリバリに固まらない、霧が細かく、全体にきれいにムラなく、振り付けられる、使いやすい、フラットエアリーな、空気感を与え、元のボリュームを出すことができます。で、まずスプレーの使い方としては全体に均一に距離感はこのぐらいですね。このくらいをメインに全体にスプレーを振ります。
前髪部分、その前髪部分はちょっと崩れやすいので、ちょっと手でガードして前のところを固めます。このスプレーは直しに効くので、スプレーを振った後でも直せます。で、さらにエアリー感の、エアリー感に、なるように、この束のこの中にめがけてスプレーを振ってあげます。ちょっとふわっとこう持ち上げながらスプレーを振っていただいても大丈夫です。で、さらにちょっと固定させたいのであれば、ちょっと指先につけてもらって、このように前髪を固めてあげても流れます。で、注意点としてはあまりこう近すぎないように、近すぎるとさすがにちょっと固まりすぎてしまうので、ちょっと均一にこう距離感を保ってスプレーを振るようにやってみてください。どうでしょうか、どうでしょうか、決まりました。で、今回ちょっとスプレーをメインに、やっていただいたんですけども、ちょっといろんな、種類のちょっと今後やっていこうかなと思うので、ね、はい、スプレーちなみにサイズは、サイズはね、ちっちゃいのと、これが大きいのかな、これ大きいのと、ちょっとちっちゃいのとあるので。かなり使いやすい代物なので、ぜひぜひぜひ、じゃあ第8弾またお待ちしてますので、アディオス、アディオス。